さん、おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。早朝から駅前にいたのは日本維新の会の山本浩一さん。眠くないですか？いや、もう眠くないですね。はい、全然あの前ずっとやってたんで1年2ヶ月こういう活動、はい、眠くないです。日課である朝の挨拶をするのですが、今はそれ何やってんですか？今ですね、インスタライブをやってて、活動ネットちゃんとライブでお見せできる、どんな活動するか、はい、おはようございます。今日も頑張ります。お互い一日頑張りましょう。SNS を使って挨拶の様子をライブ配信していました。これをやったおかげは分かんないんですけど、本当に若い子、昨日も高校生の子から声かけてくれたりとか、それでインスタグラムやってて、やっぱりそれを一つネタになって若い子が興味関心とか持ってくれる。朝の活動が終わると自転車にスマホをセットしてライブ配信をしながら次の場所に向かいます。さらに夜の事務所でもライブ配信。日本の基盤って教育なんですよ。でもその教育で今苦しんでる現状がある。教育無償化っていうのはやはりね、この教育力をもう一回上げる。元高校教師の山本さん、教育無償化の実現を訴えていました。川島隆でございます。グッドモーニング。朝早くから駅前で演説をしているのは、日本保守党から立候補している前名古屋市長の河村たかしさん。任期途中での辞職は無責任だとの批判から議会の同意を得られず、自動失職しての出馬となりました。それでもひとたび街頭に立つと、15年市長を務めたこともあり高い知名度。選挙戦の合間には、なじみの店で昼ご飯。味噌煮込みだけで、ご飯なし。なしね。注文ダイエット注文。どうですか？うめえうめえ。名古屋飯でパワーをつけます。税金を払う方がよ、苦労しとって、税金で食っとる方が極楽。これいかんようなことは。地方議員の報酬を減らすことなどを有権者に訴えます。皆様にお詫びを申し上げなきゃならない。一連の不祥事、そして政治への信頼を失ったのはまさに自由民主党であります。出陣式で自らは関わっていない、いわゆる裏金問題について謝罪したのは自民党の熊田博道さん。自民党に厳しい目が向けられる中、開かれた熊田さんの演説会、応援に駆けつけたのは、小泉進次郎選対委員長。自民党の政治と金の問題があって、全体的に自民党に対して厳しい目が向けられていますが、皆さん、熊田さん全く関係ないですよ。選対委員長自ら、熊田さんは今回の問題とは無関係だと訴えました。選挙活動の合間にはこんな応援も。ないという言い方はないですよ。はいはい。おお。お孫さんからの電話でした。おお、ありがとう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 。しっかり力もらったよ。やっぱり孫の顔を見ると、うんうん、あのなんとなくちょっと気分和らぐっていうか。可愛い応援団の力も借りて選挙戦を戦います。交差点で街頭演説をしているのは立憲民主党の吉田恒彦さん。本当にこんな政治をしていたら日本はぐちゃぐちゃになりますよ。日本の医療は世界一です。でもこの医療は崩壊しようとしている。もう一度崩壊したらもうおそらくこの日本の医療は立て直せなくなりますよ。
皆様ががんと確定診断をされてからステージングをされてから半年1年後にしか手術ができないというイギリスみたいな国に我が国はなりますよ。日本の医療制度の改善を力強く訴える吉田さん、実は現役の医師でもあるんです。発展途上国でボランティアをしたほか、アメリカの大学で勤務した経験を持ち、現在は名古屋市内のクリニックで眼科医として診察を行っています。医療の現場の課題問題、やっぱり現場にいないと分かりません。現場を常に見ていることによって、現場で起こる課題問題、そういったものにをやはりですね、国政の場に生かしていく。国の内外を問わず、いろいろな経験をした吉田さんだからこその視点で、日本の医療問題に切り込みます。4人の候補者がそれぞれの主張を訴える愛知1区、衆議院選挙の投票日はあさってです。